の。そうですよ。お疲れ様と文字数。こんばんは。こんばんは。こんばんは。文字数社長の3京達夫。どうも優しい雨松崎です。どうも優しい雨長間宏です。違うんですよ。優しい雨国作です。違うんですよ。お待たせしました、今日イントロダクション長かったですね。15分やります。15分、はいはい。初回と2回目で印象が変わったもの、まあ、前回やる予定だったので、うんうん、国さんがご提案いただきましたけど、はい。どういったことなんでしょうか。いや僕はね、先ほどもちょっと話しましたけど模型をいっぱい作ってるんで、うん、今いろいろあるんで昔自分で作ろうと思ってたものがうっかりすると発売されているみたいな喜びもあったわけですよ、うん、これでね今日、まあ、ちょっと時間ないんでサルクッとなんか持ってきてくれた大人のおもちゃシリーズ第2弾新作屋編、うんうん、これがねプラモデル化されていたっていうのをびっくりしまして真っ黒の箱、はい、まさに大人のおもちゃ。何これ。これプラモデルなんですよ。何かというと後ろに書いてありますね144分の1、ミグ31と書いてあるんですよ、うん、ミグ31、ソ連の飛行機ですね。で実際にあるミグ31って飛行機あるんですけど、これ買ったのは僕は違うんです。ミグ31ファイアーフォックスって書いてあるんですよ、うん、82年、83年、クリント・イーストウッドという人が撮った映画なんです。おで今回の1回目2回目の印象が変わったなっていうのを思いついたのはこれなんですよ。このファイアーフォックスという映画、最初ね、だから僕が中学生くらいの時に、つまりものすげえ見たこともない架空の、映画の中に出てくるミグ31は架空の戦闘機です。その戦闘機をアメリカからロシア語が話せる男が一人単独で乗り込みに行って盗んでアメリカに帰ってくるっていう話なんです。原作があるんですけど、でそれをちょっと、当時はした新聞広告なんかで見ると見たことのないかっこいい戦闘機が映ってるわけで、これは面白いに違いないと思って喜び勇んで見に行ってがっかりしたって記憶があったそうなんだこれな、飛行機全然ちょっとしか出てこないじゃんっていうのだったんですけど はい、はい、大人に立ってビデオが出て見返してみたら、いやこれこの映画こんなに面白かったの、気がつかなかった当時はっていうので印象がガラッと変わったっていうのでずっとプラスチックキットを求めてたわけです。でなんで気がつかなかったかっていうと、中学の時その飛行機が見たかった。で当然戦闘シーンもあるんですけど、やっぱりイーストウッド監督はこの当時はそんなに数は撮ってなかったですけど監督作品なんで見てみると、まあ、基本的にだから本当のスパイモンなんです、うん、戦闘機ではない。その男がどうやって一人で忍び込んで、でも一人でできるわけじゃないんでソ連にも内通者がいるわけです、うん、でその人たちも政府との軋轢があっても命を懸けてお前を送り出してやると、うん、この戦闘機に乗ってぜひ逃げてくれっていうところに主軸が置かれてる映画だったんだって気がつくと、その思惑が分からなかったんだね。そういやこれ戦闘機映画として見てたから俺がダメだったんだ、これスパイ映画として傑作かもしれないと思うと何遍見ても超かっこいいなんですよ、スパイ映画っていうとどうしても007とか今の映画もそうなんですけど、かっこよく派手にやるじゃないですか。そうですね、イーストウッド監督ってインタビューでも言ってるようにベラ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 映画の中でヒーローが撃つ時になんとかかんとかだろ喋るっておかしくないってインタビューでも言ってるの。なるほど。で昔からそういうことを言った方なんで、その目でも見ると音楽もほとんど使わない、戦闘機にかっこよく乗っかってる時はちょこっとかかるんだけど、基本的にはその飛行機のゴーって音とプー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 っていうそのエマージェンシーの音だけ。いいね、ずーっと静かなの。あで飛行機をバーッと飛ばせてるっていうところが、いやガキでは気がつかなかった俺中学生だったの。いや大人になってからこの面白さ分かったって、いやイーストウッド監督すいませんでした、14歳の俺は分からなかったこの映画の凄みが。14歳分かんない。俺もたまにだから車の試乗動画とか見るんだけど、うん、音入れてほしくないのね、うん、BGM 入れちゃう人いるのよ。そうなんです、うん、いらないいらない、エンジン音聞かせて。そう分かる、そこでしょ、うるさいなこの BGM。 そうでしょ、そうでしょ、松戸屋さん。そう松戸屋さんこんな声やらない静かに持ってます。まずソファーだから、まずソファー、まずソファー座り心地、カーグラをこんなにね。そういうことで、だから1回目見た時と2回目にガラリと印象が変わる作品っていうのも、まあアニメ漫画映画だけじゃなくても結構あるから、うん、まあ、いろんな人の話も聞いてみたいなっていうのもどうなんだろうっていうので、ちょっと今回テーマとして提示させていただいたわけです。なるほど。ファイアーフォックス中身は見せてもらえない。あ、
いいですよ。でもまあまだ組み立ててないんで。いいですいいです。これがねワクワクしたんです。真っ黒の箱で。でもこれも映画を見るとその戦闘機真っ黒なんです。なるほど。あちょっとときめくね。ときめくときめく、うん、もうここでワクワクして出すとうわーファイヤーフォックスじゃんこれめちゃめちゃ綺麗超好きみたいな黒そうなるんだ、ね、すぜそうなるんだ、ね、そうすげえなときめいたさすがときめいたでプラモ作りから見てもほらあのメーカーが大きいところじゃないんで半券を取って多分ちょこっとずつ出しているっていうところなんでしょうけど、うん、だからモールドのディテールとかどうなのかとかエッジがちゃんと立っているかどうかのか結構見るんですよ。したらこれエッジもちゃんと立っててねモールドも深くてね実にいい実にいいよくできてるよくできている待ってました私は35年以上待ってましたよこれをとありがとうありがとうメーカーさんと、うん、いうのでね喜んだんです。うんミグ31、はあ、実際にもミグ31ってのは78年ぐらいに本当の飛行機が出てくるんですよ。多分原作としては書かれた時がそれより前だったのか映画の中に出てくるのは形も全く違うソ連の戦闘機って真っ黒なやつでねこれがね手に入ったかと我が手に来たかという形でね、まあ、その辺のだから1回目見た時には全然気がつかなかったいやこれはスパイ映画として見なければいけないのだっていう面白さ。なるほど。まあ感想としてはだから子供が見た僕の子供でしたけどその空戦のシーンっていうのを見たらもうちょっと欲しかったんだけどなっていうのがあってもまあそれは仕方がないことだったんですけど派手さという意味ではあるんですね。でもそういう違う見方ができるようになったらあそうか多分監督を作った人の意図はこっちなんだって思うとういやーそ今度はだから大人になってくると何回もこれ見る映画なんですけどそうするともう空戦というよりもそこへ至るプロセス、なるほどね、男たちそれを協力するけど協力したらもうソ連の裏切り者なんでどうなるかは分かってる。でも分かっているからこそでもやるよっていうようなそのドラマとか表情のお芝居とか見るとねキュンキュンくるんですよ。ここだったのかみたいなね。だからその辺どうですか1回目見た時とこう2回目印象変わったなみたいな作品とかキャラクターもあると思うんですよ。松崎住職ありますか。あ僕ですか。僕はまあ、それこそ小さい頃、まあ、今でもそうなんですけど基本的に、まあ、キャラクターとして先輩とか、うん、先生とか近所のお姉さんみたいなキャラが好きで、うん、だから逆に、うんうん、逆に言うと妹キャラとか、うん、後輩キャラとかが苦手というかまあまあちょっと美味しくいただけなかったピンとこないみたいな。そうなんですよ、うん、やっぱりその10代の時点で、うん、13歳でアニメを見てて、うん、自分今でも若いのに自分より若い子の魅力って言われても、うん、全然ピンときてなかったんですね、うん、まあまあそういう人もいるでしょう。だからもう、具体的に言うと桜大戦のアイリスとかアイリスね、アイリス問題あります。僕もアイリス最初ピンとこなかったです。だからもうだから小さいからアイリスは付き合ってみてもダメだった。なんかこうそもそも付き合えないって話です。まあまあそうなんだけ ど, うけど実際アイリスルートに入っても苦手だった。苦手でした。なるなんか、うん、やっぱちょっと小さい子ってやっぱりどうしてもちょっとわがままとか、うん、わんぱくみたいな感じで描かれることが多いので、ね、話が通じねえと。そういやもうちょっとこっちをなんかわがままにさせてよみたいな。あそっち包容力が包容力がある方が俺はわがままでわんぱくな子に振り回されたいんだよね俺は。いやだからそう辰夫さんそうですよね。編集長そうですよね。編集長昔から昔からですか。昔から言ってますよ、うん、好きなキャラクターのルバカであればさらに最高ですね。聞いてると基本的にそこら辺は変わりませんよね、うんうん、そうですね。わがままな子好きですね。でも変わったんだよねそれが。それがまあ大人になって今改めてその桜大戦みたいに、うんうん、触れるにとすると大人になって改めて触れたんだ、うん、大人になって改めてそれ大人になってないと思うんだけど、ね、もういい大人ですか。年齢を重ねて、まあ、人生経験はそんなにありますね。あれかもしれないけれどもなんか苦手ではなくなったというか。それはただのカレーだよ。あれ違う。え？ただ年取ったんだってば。どういうこと？いやだからただ年取ったんだ。日本語を理解できないわけじゃない。ただだけど年を取れば魅力がわかるってわけでもないでしょ。うん、そっか。うん。
年取ってもわからない、うん、魅力がわからないものはわからなかったりするじゃないですか。わかるけど苦手なままっていうのもあるから、うん、そうそうそうなんですよ。そうかそうか、だからそういうキャラクターの傾向ももちろんありますし、うんうんうん、だからそれで言うとそのわがままなキャラクターに対してなんか、うん、受け止められるようになったというか、うんうん、自分の器が大きくなったのかな、うん、そうかも、ね、違うって言いそうになったでしょ。いや、 やっぱ年取っただけだと思うだからなんかそれは思いますね。受け止められるようになった、はい、うん、なんかそれはそれの可愛らしさが分かるようになったという、うん、それは変化でしょ。変化です、ね、それは変化でしょ。これは変化、うん、僕その類型だとあの可愛らしさじゃなくて見てる時には非常にその子の言ってることに浸水するぐらいのものがあったんですけど、年、うん、を取ってから見るといやこの人のはちょっとってなりましたよ。少女革命ウテナ、天井ウテナ、うん、見てた時にいやウテナがいるからこそあの話は持っていけるのだ、ウテナの言ってることその通りと思ってました。年取るといやウテナの言ってることただの理想論だよねあいや君が言ってるのは分かる分かるけど世の中そんなに綺麗にできてないんだよって言った瞬間俺は汚れたのかただ大人になったのか分からないけど、ああ俺でも最初に見た時ってこういうふうには全く思わなかった、ね、でこういう 見方もできるんだと思って、ただ対等に本気でウテナに食ってかかってたそんな大人げない私、はいはい、でもウテナは確かに俺らが作ってる時もバカな人っていうのは中心にあったんですよ。なるほど、うん、そう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 、まあバカ正直とかっていう感じ、うん、まっすぐな人、うん、だからどっちかというとちょっと近くにいると面倒くさい人っていうか、うんうんうん、そうです、正論を言ってる、うん、正論なんで、だけどそこがその綺麗事がその何か動かす原動力になるんじゃないかと信じてやってたっていう感覚、わかります。わかります。わかります。うん。確かに小さい頃みたいなそこにそこのなんかリアルじゃないからこそなんか近く感じてましたね。うん、そういうことだったんですよね。なるほど。なるほど。うん。という意味でも少女革命ウテナも結構あれはキャラクターという意味では結構2回目の印象、2回目3回目の印象ってガラッと変わったってあります。作品自体はずっと好きだったんですけど。はい、長山さんは好きな作品2回見ないみたいなのあるじゃないですか。あ、そうなんですか。うん、あんまり見ないんですよ。おあんまり見ないんですけど、印象変わったものって何かありますか。印象変わったものありますよ、うん、幼獣都市の敵のお、はい、ミスター影っていうのがいて、うん、川尻監督のね、ミスター影は若本さんだったと思いますけど、声がん青野さんかどっちか、うん、なんですけど青野さんじゃない、うん、ミスター影あんまり好きじゃなかった、うん、ああそれはなんで悪い人だから、うん、ああはいはい、でも見直すと、うん、ミスター影超かっこいいですよ。ああ、うん、これをなんつうんだろうな、あの悪者の悪者として生み出された悪者って分かる？なんつうんだ、はい、あいやでも分かる、なんか今的に言うと悪の矜持を持ってるってやつですよね。ああそうなのかな、もう悪の塊、悪を凝縮して悪を、悪の場所に悪を据えたみたいな、分かる、うんうんうん、人がミスター影なんだけど、ミスター影って呼ばれることもないの、うん、劇中で、うん、でもエンディングにミスター影って書いてある、うん、あ、グッと来ない、あれ来ない、うん、ミスター影ってグッと、ミスター影だった、悪党の名前がミスター影、もうその段階であ、もうこいつは全ていいなっていう、なんて言うんだろう、それ最初初見では感じなかったって、初見では悪いやつだから、悪いやつだって嫌だって感じですよ、うん、そう、滝連三郎の方が圧倒的にかっこいいし、まあ、マキエとか、うん、もうヒーロー側にズゼッペマイヤーとは嫌だったけど、まあ、だから普通に感情移入して見たってことですよね、うん、で感情移入できたってことは悪として描かれていって、うん、で2回目見た時に、うん、あ、ちゃんと悪を全うしてんなと、うん、なんかこういうのって最近ないっていうか、うん、なんかね、悪者を悪者として書く、うん、悪代官の極みみたいなのが、うん、なんかむしろ魅力的だったっていうか、
うん、悪の極みみたいな人、まあ、ちょっとひねり入りますもんね。仲間のうちの上層部が一番悪だったとか、そういう感じありますね。でそれが好きだったんですよ、マグニートとか、うん、X-Men のマグニートとか、自分の中に哲学のある悪、うんうんうん、ドクタードゥームとか、はい、そういうのはやっぱ好きだったんだけど、ミスター影ぐらい突き抜けてるやつの方がなんかすげえよな、やっぱ今見たいなっていう、なんかそいつのバックボーンとか関係ねえんだよっていう、うん、なんつうの、もう全面的にストーリーの中で立ちはだかる悪としてしか出てこないもの、うん、だと徹底的に叩きのめされていいって思うわけですよ。はい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 、うん、はい、ミスター影に何の情状酌量の余地もないですよ、うんうんうん、めっためたにしてくれこいつ、うんうん、っていうのはなんか潔かったっていうか、あ、そこでなんで悪になったか分かっちゃうと感情移入しちゃいますもんね。だって悪いだから魔界の存在の悪い人なんだもん、うん、それが説明なんだよ、うん、魔界からやってきた悪いやつなの、うん、ミスター影は、うん、もうそれ以上の説明でもそれ以下の説明でもないの、うん、で悪いやつが悪いことをすんのよ、まあ、魔界だから、うん、まあ、悪いと世界から来てるから、うん、本人は当たり前だと思ってることが周りからは悪いって思われてるってことですよね。っていうことでもないのよ、もう俺は悪いぜで来てるよ、あ、俺は悪いんだよっていう。じゃあこの世界の常識は知ってるわけなんですね。常識人ですね。常識人なのかなあれ、うん、俺は悪いぜっていう、うん、そのマキエが魔界の女だけど、うん、そのマキエと滝連三郎がカップルになることで、うん、なんか魔界とのこう和平が成立してしまうっていう、うんうん、だからそこにはどちらかというとちょっと複雑な理由が入ってくるんだけど、うん、ミスター影は魔界のテロリストでさ、うん、要はもう悪い、うん、魔界のテロリストだよ、もう悪いしかないじゃん、うん、悪いしかないですね、ただのテロリストでも悪いんだよ、うん、でも魔界のテロリストじゃん、もう悪い、うん、悪の塊じゃない、そうですね、うん、全部乗せですね。そう、しかも主人公とヒロインの恋仲を裂こうとする、うん、もうこれ以上の悪っていないじゃない、悪いね、でめっためたにやられるから最高じゃない、なんていうの。でも僕もあのルローニケンシンのイスルギライジュータってやつがいるんですよ。あ、いるね。どんなやつ、それ誰、3巻ぐらいに出てくるやつ、ね、そうです、あのただ本当に悪いやつなんです、ただ悪いいいね。あの子、ただ悪いやつ。ヤヒコとライバルなんか、あの子なんかもう小さい男の子を、うん、なんか剣士としてなんかそうやってもう悪い方に引っ張ろうとするんだけど、うん、そこになんか剣士がたまたまやってきちゃって、もうただただメタメタにやられるみたいな。はいはい、もうただのもう何話かぐらい続くシリーズの悪者なんですよ。うんうん、だから当時はもうただただもう剣士かっこいい。うん、イライジュータ、うんうん、デザインもなんか怖いし悪いし嫌だって思ってたけど、これだけただ悪役だけをやってくれてると気持ちいいなって、なんか今見ると思いますね、うんうん、そうなの、そういうのいいよね、いいですね、うん、そういうのもう一回見たいなと思っちゃう。なるほど、じゃあ思うもんね、悪者も今ちょっと描き方が難しい時代になってるっていうのもあるんですかね、映画とかは特にね、そういうこともあるんですかね、いろんなお国柄のあれとかももう考慮するとちょっと悪を悪として描けないみたいな、 あるんじゃないですか、僕はそんな風にも見えるんですけどね、いいとか悪いとかの問題じゃないですけど、そう、うん、そうですね、うん、というわけで時間です、もうこれが、中継ご覧になっていただいたありがとうございます、また9月の第3週の木曜日、はい、シャツキッセでお待ちしております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでお時間でございます、はい、ね、すいません、皆さんお帰りの時間もあるかと思いますんで、そうか、いいんじゃないですか、こういう雑談が盛り上がる回があっても、ね、雑談しかやってないでしょ、ね、だって毎月雑談でもいいですけど俺コミックもっと持ってきてるはずだったのにな、じゃあ皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。これね、こいつを